続いては筋トレのお時間です。さあ今回も具体的に聞いていきましょう。ご指導はもちろんこの方です。2017年日本一の美ボディに輝き、現在は長崎市城山町里見メディカルビル2階ライフスタイルクラブ代表を務めていらっしゃいますゆこさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年度もよろしくお願いします。はい、今年度も皆さんよろしくお願いします。春になりましたね。なりました。暖かいですね、はい、気持ちいい春ですけれども、はい、変化も多い時期なので皆さんいろんな調べ物したりとか、前を向いて前を向いて過ごして疲れてるんじゃないでしょうか。そうですね。そうですよね。なので今回の今月のテーマはですね、スマホ首対策でいきたいと思っています。よく聞きますよ、現代病の一つですから。そうなんです。やっぱり前で作業することが多いので、とにかく首が前に出てしまうんですよね。でこのまま凝り固まってしまうんですけれども、まあ、どのくらい今固まってるかっていうのを早速一緒にチェックしてみませんか。 お願いします、はい、皆さんもですね、立った状態でぜひ聞いていただければと思うんですけれども、胸と顔ですね、そのままの状態でゆっくりと首を左に向けていきましょう。左向き、はい、胸、肩は前向いたままですね、まあ、今の感覚を覚えておきましょう、はい、首の硬さとか目線とかですね、うん、はい、そこからまた戻って、はいはい、胸、肩そのままで今度右向いてみましょう。ゆっくりと、はい、まあ、感覚をですね、左右差もあると思いますし、視界どんな感じかなっていうのも覚えておきましょう。はい、はい、では戻ってきます。はい、では早速スマホ首対策ということで、耳もみというものからやっていきたいと思います。可愛いですね、はい、とっても簡単なので一緒にやりましょう。親指と人差し指で自分の耳を挟みます、はい、そして回すだけです。お、回すだけ、はい、もうこちらどちら周りでも大丈夫なのでやってみましょう。ポイントは腕に力入れないでくださいね。楽に、はい、もう楽に楽に行いましょう。耳タブを持ってですか。そうです、耳タブを持っていきましょう、まあ、痛すぎないようにですね。はい、好きなタイミングで反対回りもしてみましょう。はい、ポカポカと ね耳が赤くなってきましたよ。簡単にはちぎれませんから大丈夫です、ね、はい、回してみると、これだけで実は胸の前の筋肉ですね、うん、すみません、首の前ですね、動作乳突筋っていう、ここが実は今ほぐれています。そうなんです、とっても簡単ですね。はい、では次は肩関節周りをほぐしたいと思います。もう次のエクササイズですね。もう次に行きます、はいはいはい、肩の体操ですね、うん、もうこれもとっても簡単です。まず上に上げて落とすだけです。上に上げて、そうです、肩を上げて落とす、簡単ですね。お、簡単。上げて落とす、上げて、そうです。あと5回一緒に行ってみましょう、はい、上げて2回目、上げて落として4回目、落として最後です。最後落とす、簡単ですね。楽、肩が楽になる、はい、そうなんです。首の近くのところ今ほぐしました、うん、あとは背中の体操を行いたいと思います、はい、今度はですね、肩甲骨をぐっと寄せてください。後ろに、そうです、後ろにぐっと寄せます。そして落とします。ん、落とす、そうなんです、ん、ぐっと寄せて落とし、ちょっと難しいんですけど、ね、ポイントは肩上げないでください。後ろに寄せるだけですね。後ろに寄せて、はい、そうです、寄せて落とすだけ、落とす、寄せて落とすだけ、寄せて落とす、そうです、そうです。これも繰り返して何回か行ってみてください。すごい簡単ですよね。寄せて落とす、そうです、そうです、いいですね。顔が険しいですけど、ね、いい感じに皆さんできてます。はい、もうたったこれだけで実は首の筋肉ほぐれている。そうなんですか。なので最初のチェックもう一回やってみましょう、はいはいはい、胸と肩正面に向けたままゆっくりと左向いてみてどうでしょうか。あ、信じられない。いきますよね。ゆこさんだったんですよ今まで視界は、はいはい、でも料理コーナーまで見えました。よかったです。すごい。よかったです。反対もチェックしてみましょう、はい、胸肩正面でゆっくりと右側向いて、あ、さっきよりねちょっと行きやすくなった。行きやすい、行きやすい。岸君どうですか。あの自転車があるのは確認できます。大丈夫です、はい、そうですね。なんで口がそうなの。自転車が映りましたね、見えてますね。そうなんです、そうなんです。いや、視野は広がった気がします。本当ですね、よかったです。でこの首の体操とっても簡単なんですけど、はい、実はもう一箇所やらないと、うん、今の運動が意味ないことになっちゃうんですよ。え、すごい大切な場所があるんですけど、何でしょう、何でしょう。スマホ首対策のために大事なところ、はい、岸君どこだと思いますか。首ですから、今度は手首、足首じゃないか。うん、なるほど。体はつながってますからね。なるほど、ね、そうなんです、体はつながってますけれども、うん、じゃあ夏希さんどうでしょう。私は、ね、首ということで首の近くの耳とかやりましたから、うん、頭、あ、いい意見ですね。あのおっしゃる通り本当につながってるので全部必要なんですけど、一番大事なのは実は舌なんです。
そうなんです、下。皆さんね、下の位置ポイントになりますので、はい、ちょっと自分の下の位置今確認してみましょう。確認する、口を閉じて、はいはい、舌がどこに当たってるかを感じてみてください。歯とか上の歯とか下の歯とか岸君どうでしょうか。下の先がってことですね。そうです、下の先がどこにくっついているか。こう前歯と 前歯じゃない、うん、上の歯と下の歯のこう重なるところが間ぐらいですね、はい、ありがとうございます。では夏木さんどうでしょう。なんかチューブラリンで何も触ってないです。あ、何も触ってない状態、うん、ありがとうございます。これですね、下の位置が首にすごく影響します、はい、で下の位置がどこがいいかっていうと、正解は上顎についていることなんですね。まあ、チューブラリンの状態も上顎とほぼ一緒かなと。あ、そうなんですか、はい、これが上の歯でも下の歯でも例えばついてない状態でも、つまりはですね、首が前に出ると下って落ちていくんですね。下の方についていきます。なのでより上の方、そして何もついてないぐらいがグッと状態、ちょっと下が反るっていうか上に下るのがいい。そうです、そうです、そうです。ちょっとね、あのやろうとすると難しいんですけれども意識が変な顔してます、はい、変な顔してます自然に、ね、そこに持っていけるといいなと。意識しすぎ、そうなんです。そういう感じなんですけれどもただ下の位置体操というのを今からやるんですが、はい、それを行うことでスマホ首対策完璧になりますので。そうですか、はい、ぜひ一緒にやります。お願いします。はい、下の位置体操、まず口を閉じましょう、うん、閉じてもらってそのまま下を5回回します。こんな感じですね。どちら回りでも大丈夫です。5回行ってみてください。5回したら反対も行ってみましょう大きく回しましょうね。5回終わったら次は前に5回出してみましょう、はい、前です。口を開けて、そうです、口を開けて5回ですね、前に、うん、5回終わったら左に5回行ってみましょう。そうです、あ、顔は向かないように気をつけましょう。顎はそのまま正面でそう、顔もつられないように。右も5回いってみましょう。右に下を5回出します。この下が痛くなってきた。岸君が上手になりました、はい、ウィンクしなくていいね大丈夫ですね最後上に5回ですね。上に5回、そうです。これもやりにくいんですけど、うん、上にね、そうです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 。これも5回終わったら最後です。最後の最後テレビに映していいんですかね、これ。そうですね、皆さん美容より健康の方が大事ですねもう画面の私たちより自分の顔を大事にしましょう。わかりました。下に5回です。大きく舌を出しましょう。そうです、思いっきり出してくださいね目はね、普通でいいんだよ、岸くん、はい、一緒にわざとかいはい、では皆さん口閉じてチェックしてみてください。どこに舌ありますか。うわがついてる、綺麗に。素晴らしいです、素晴らしいです。無意識で今ついてました。無意識ですね、はい、それでいい感じの状態になったんですが、さらにやっぱり首の位置が前に出てもダメなんですよね。なので最後スマホ首対策ということで、首の位置良くするところをお伝えしたいと思います、はいはい、立ってもらったら、うん、そのまんままっすぐ立って、耳ですね、指を耳の下に当ててください。当てました、はい、当てたら上を見ます。はい、そのまま指の位置が変わらないように顎をぐーっと引いていきましょう。おー、ちょっと回しながら前に出ちゃう方もいらっしゃるので、回しながらは前に出さないでくださいね。回すときにこのまま指の位置キープでグッとすると、顎の位置、首の位置いい状態になります。首の上でしっかり頭が乗ってるって感じです。わー、もう岸くん別人みたいですね。あ、なんかちょっと違う凛々しいよ、凛々しい。そうですね、ありがとうございます。これでスマホ首対策バッチリなので、ね、皆さん下の位置も気をつけて、はい、首もストレッチしていただければと思います。ゆこさんは LINE でも情報発信しています。 LINE でライフスタイルクラブと検索いただき、お友達追加いただき、アンケートを答えた方に5つの動画プレゼントしています。ぜひ LINE 登録してみてください。さらにゆこさんはですね、今月アメプラザ長崎でピラティスのイベントを行います。こちらも大人気で、なんと、はい、キャンセル待ちということなんですよね。ゆこさん、開始2時間で満席になりました。ありがとうございました、まあ、とにかく気持ちよくね、春皆さんと体を動かしていけたら嬉しいです。こちらに来れる方も来れない方もピントで見ながらですね、これからも動いていきましょう。はい。